他に何かありました？挫折した。挫折したことですか。とか、うん、なんか面白かったことね。あ、面白かったことありますね。あるんですね。めっちゃ面白かった。面白かったっていうか、俺は本当に辛かったんですけど、はい、そのある先輩の誕生日だったんです、はいはい、バースデーイベントって一番大きいので、ああ、そうなんですね。に、その先輩が、かまぼこを食べたいと。かまぼこ？ちくわ。ちくわ。ちくわを食べたいと。バースデーに。バースデーに。はい、なんていうんですかね、こう、投資的な意味合いで出てくるんですね。はいはい、で、それで、ちくわを食べたいって言われて、僕、真夜中の、はい、夜中の9時とか、8時ぐらいですね、に、夜中の8時とか、夜の8時、夜の8時、この後夜中になります、はい、夜の8時ぐらいに、ちくわを探しにコンビニに行くんですよ、はいはいはい、で、歌舞伎町にはたくさんやっぱりこうコンビニあるではないですか、はいはいはい、どこ行ってもちくわがないんですよ、そうなんですね、で新宿のドンキ行って探しに行ったら、ちくわないですって言われて、なんでねえのってなって、はい、で、大久保行くわけですね、はいはいはい、ちょっと後ろの方に行って、はいで、はい、ナイスって言って、はい、え買ってきてくれよみたいな、はい、マジっすかとか言っちゃうでも100ロとかもあらゆるそういう売ってする可能性のあるとこなるほどなるほどに全て行った結果大久保のドンキまで走って行ったのに、はい、ないですって言われて、なんでちくわだけねえのっていう、かまぼこもなんかたくあんとかいろんなもん全部あるんですよ、ちくわの列だけなんか全然なくて、どんだけなんですか、みんなもうみんなその先輩にお供えするために、いやいやいや、買い占めてるとか、そんなことない、そんなことない、もう本当にうちの店にないから買いに行ったんですけど、ああそのなんか全然なくて、なんでないんだろうみたいな、でも、もうかれこれ8時から探して、11時半ですよね、3時間半、歌舞伎町をちくわを探すために、這いずり回るっていう、そうで結果、何したかっていうと、タクシー乗って自分家までちくわ取りに行きました。で帰ってきたら12時20分ぐらいで先輩ブチ切れられて、何やっとんじゃい、営業あと30分で終わりだけどみたいなこと言われていやでもちくわがとか言ってちくわを探して4時間、なんか普通のどっかでお店入って買った方が良かった、いやどうなかったんですよ、なんで居酒屋とか入ってってちくわくさい、それちくわの料理のやつだけ頼んで、はいはいはい、それでもらってても早かったかも、早かったかもしれないあの時の俺の発想はそれはなかったんですはい、ちくわエピソード、ちくわエピソードさ、ちくわエピソード受けたかどうかどうなんやろ、いや面白かったですよね、あ分かんないか面白くないか、視聴者の反応だ、視聴者の分かんない、そうですね、すいませんっていうちくわエピソードが、ちくわエピソード印象的で鉄板ネタになっております別エピソード別エピソード、 Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.